同胞、三笘薫所属のブライトン、数年前まで2部だったのにビッグクラブと対等に戦えます。普通に三笘良いクラブにいるんじゃね？マンチェスターシティかアーセナル以外だったら移籍する必要なくね？ブライトン矢印三笘ファティマス。何よりもデゼルビの戦術がここまで若手にも浸透してるのがすごい。三笘も実績積みまくってデゼルビのビッグクラブ引き抜きと一緒に移籍できるのが理想やね。見てて面白いのがいい。マクアリ・サンチェスカイセド売ってるからこのビッグクラブに売る方針を変えるのかが気になるところ。ファーマークラブのままがお望みかどうかわからん。このまま上昇軍団作りたい可能性も普通にあるくらいの意欲は感じる。選手いるの上手すぎるし、抜けたとこに A の取ってくるシステムが機能しすぎてる。三笘はデゼルビと一緒にチェルシー行ったらガチで復活しそうよな。三笘は最初控えだったよな。なんか知らんアーセナル行ったやつの。デゼルビが有能すぎる。